子供の頃から人を笑わせるのが大好きだったんですね。とか高校生の時は文化祭の度に人前に立って友達が喜んでくれてエンターテイナーだなって言われることにすごく無常の喜びを感じていて、多分そういう時が自分が本当に細胞が弾けるようなワクワク感を得られる瞬間っていうのが、まあ、自分が分かっていてそういう原体験はあるんですけれども、まあ、実際にそれを仕事にするっていうのは、まあ、自分が育ってきた環境のこともあって、まあ、周りに芸能界にいるような人も一人もいなかったですし、そんなものは生まれ変わったらするものだ、実際の今の人生でやるだなんてのはもう恥ずかしくて言えないみたいな風に思い込んで自分も生きていたんですけれども、本当に末期人生で仕事で追い詰められてしまって、平日はもう固形物が何も食べられないぐらい、日曜日の夜の昼からもう呼吸もできないぐらいに完全におかしくなって追い詰められてしまって、まあ、いわゆる病んでしまったんですけれども、でそれでもなんか悪い意味で真面目なので自分から逃げられないし、上司に私はもうこれできないのでちょっと休ませてくださいとか違うプロジェクトに入れてくださいっていうのが、それすらも評価が悪くなるから言えないっていうので、本当にそのもう人からどう評価されようともう自分は自分でやったるっていう気概があればよかったんですけども、当時の自分は本当周りの評価に怯えてもうミスにビクビクしてっていうそんな状態だったので、そうなると本当に、そうなって、まあ、最後1年目の最後の方に入ったプロジェクトでちょっともういよいよ仕事が分からなくてついていけなくなってしまった時に、もう行ってももうとりあえず定時に出社はするんですけれども、もう何が行われているかわからない、もう外国人のマネージャーと2人きりで誰にも相談できない、何がわからないのかもわからない、だけど自分から逃げ出すわけにはいかない、だったらなんか乗ってるタクシーが事故にでも会えばいいのになとか、今横断歩道を渡るけれどもこの曲がってくる車が引いてくれないかなとか、なんかそんなことを思うようになってしまったんですね。もう今なら死ぬのも全然怖くないなって思った感覚を今でもありありと覚えてるんですけども、でそんなこんなの日々が続いてて、ある日ようやくなんか私は仕事っていうのは、まあ、生きるためにやってるのであって仕事のために生きてるのでもないし、こうマッキンゼーっていうすごく権威のある会社に、権威というか、まあ、いわゆるみんなが憧れる会社に入れたけれども、自分がそれで体調を崩しているようじゃ本末転倒であって、完全にそれ振り回されてしまってるなってことにようやく気づいて、自分の人生なんだから好きなように生きればいいじゃんって、なんで私は振り回されてたんだろうってことにようやく気づいて目が覚めて、でその時にじゃあ自分が人生で何してもいいんだってなったら何をしたいかなって考えた時に、よし生まれ変わろうって、よし生まれ変わったらなろうと思っていた笑い芸人に今こそチャレンジすればいいじゃないかって思ったんですね。まあだからなんで普通の他の会社に普通に転職しなかったのかとか聞かれることもあるんですけれども、なんか私の当時の心境としては本当にもう死の淵から生還したような、命拾いしたような気持ちだったので、っていうのと、まあすごい死を身近に感じたので、まあどうせいつか死ぬんだったらこんなにも自分も、まあ、一歩間違えればもしかしたら今いなかったのかもしれない、だけどもかろうじて今まだ生きている、だったらなんか死ぬ前にやりたかったことに今挑戦してしまえばいいやっていう心境になって、もう挑戦して絶対後悔することはないっていうのはその時に確信したので、お笑い芸人に
まずはチャレンジしました。なんかなって売れてやろうとか何年も続けようとかその時は考えてなかったですね。